これ手作業でするもんじゃないかもしれないですね。こんな感じで。はい、どうもです。今回なんですけども、今回こちらですね。これはホッチキスの芯をマーカーでちょっと、ね、黄色く染めたものになりますね。で、これをバラしたものがこちらになります。ちょっと見えるかな、わかるかな。これですね、こんな感じで見にくいかな。何かちょっと、あ、そうか、ティッシュが何かっていうのを置いて白いところに置けば分かりやすいかな。こういう感じですね。で、これは何に使うかというと、レイアウト上の線路際とかにある広い柵とかありますよね。あれを、ちょっとこのホッチキスの芯を使って再現していこうかなということで、まず一旦こう芯のままもう塊のままマーカーで色を塗って、ね、それを今度こういうふうにバラした形ですね。この、全体塗っただけだと、まあ、表面だけしか塗れないので、このバラした後の側面にはインクが回っていない状態にはなるんですけども、意外と黄色く見えるので、もう側面までは塗ってなくてもあんまりわからないんじゃないかなと思いまして、このままで一回ちょっとレイアウトの方に接着していって、でちょっと線路際のアクセサリーっていう形で使ってみようかなと思ってます。ということで、こちらの方ちょっとレイアウトの方に取り付けていこうと思います。はい、ということで、ちょっとねこの辺りとかに、先ほどの防護柵ね、こちらの方を付けていこうと思います。先端に軽くこうボンドを塗って、そして直接も差し込んでしまう。スタイルフォームなのでね、もう全然差し込んでしまって問題ないので。すごくこれ手作業でするもんじゃないかもしれないですね。さっきにね、防護柵つけたところの周りとかにちょっとこのグラス草をちょっと植え込んでいこうと思います。
光用ボンドを軽く塗って上にこう立てるように置いてあげるだけで結構しっかりと固定できますので、ちょっとこれで雰囲気出ると思うんですよね。線路脇の防護柵と、こうちょっとね、説明書を元の位置に戻してみるという感じですかね。意外と木工用ボンドを薄く塗ったところにこう立てるようにちょっと置いてあげるだけで結構しっかりと固定できるみたいで、いい感じかな。実はね、ちょっと他のところにも ここもまあそうなんですけども、この辺りとかこうちょっとね下剥がしたりしてるんですけども、結構しっかりと固定できてるんですよ。でこれ結構便利かなと思うので、今回もちょっと作品してみて、グラスの方を見てみました。結構これで線路脇ホッチキスの芯なんですけども、それなりにいい感じにできたんじゃないかなと思うんですね。芯切りのところもこんな感じでちょっと防護柵追加して、線路幅とかと比べると少し小さいかなっていう気もするんですけど、でも雰囲気出てきたんじゃないでしょうか。あとはね、これをこの高架駅のここですよね、中線の部分とかこの間とかにも柵追加できたらいいかなと思ってます。ということで、今回の動画なんですけども、ちょっとホッチキスの芯の方をちょっとね、塗装して、こんな感じで防護柵の方を作ってみましたということでやってきました。こんな感じで鉄道模型に関する動画の方をアップしていってますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。ということで、今回の動画ここまでとなります。どうも。